はい、お疲れっす。今日の新日本プロレスの後楽園ホール大会、現場行ってきまして、今ちょうどその帰りで今運転しながら動画撮ってます。はい。なので、ちょっと雑音入ったり画面揺れたりするかもしれないですけども、ちょっとご理解いただけましたら幸いです。はい。いつもだったらこう大会終わった後家帰ってからゆっくり喋っていいんですけども、ちょっと明日、朝早いんで、なので、まあその辺の兼ね合いで、ちょっと一本だけ先に運転しながらでも、はい、やろうかなっていうふうに思ったんで、はい、そんな感じの現状です。はい。で、まあいろいろ喋るネタはあるんですけれども、とりあえず、一旦、メインイベント、はい、今日のメインイベントの感想を、まず先に一本喋っとこう、はい、喋りたいと思います。はい。今日のメインイベント、ロスインゴ対、ファイブガイズ。はい、6人タッグやったんですけども、まあもう皆さん、すでに結果、試合見られているという風な手で話すんですけども、まず率直に、今回のこのメインイベントを見終わった後の、私の率直な現地民の感想です。はい。うわぁ。うわぁ、これ。グダグダやんけ。まあそんな感じの感想になっちゃいますよね。はい。まあこれ多分僕だけじゃないと思うんですけどもね。多分ワールドで見てた方、現場で見てた方、多分誰しもがそれ同じことを思ったと思うんですけども。いやーちょっとなー、グダグダでしたね。まあそんなところで、まああんまりなんていうんですかね、こうあんまりそこまで期待はしてなかったんですよ。まあ、無難な内容かなぐらいで思ってたんですけども、なんか、思ってた期待値をこう、期待すらもそんなしなかったんですけども、なんか、思ってた許容範囲をだいぶ超えてきたなっていう、まあ、そんな感じですかね。はい。で、まあ、そんなところで、とりあえず、まあ、ちょっと試合の方からですね、ちょっと、まあ、振り返りの方をしていこうかなと思うんですけども、結果、上村選手が、辻選手からフォール取って、で、ドームで、一騎打ちの、まあ、図式になったんですけども、これちょっと意外だったのが、まあ、上村選手が、まあ、取るだろうなっていうことは、なんか予想ついてたんですけど、丸め込みがちょっと意外でしたね。この間辻選手が大阪で上村選手からジンブラスターでピンフォール取ったんで、だからお返し、まあそれのお返しで、じゃあ今度は上村選手が成長フィニッシュの、勘抜きで、星を取り返すんじゃないのかなと思ったんですけども、ああ、なるほどな。丸め込みっていう手法があんだっていう、それがちょっと意外でしたね。はい。っていうふうなところで、まあ、今回、丸め込みで勝ったイコール、多分これドームでは、上村選手がピンフォール、今度は勘抜きスープレックスでガッチリフォール取るっていう、まあ、そんな流れかなっていうのが、今日のこの丸め込みフィニッシュっていうのを見て、ああ、じゃあドームでは上村が勝つんだなっていう、なんかそういうのもちょっと見えてきたっていう、まあ、そんな現状ってどこっすかね。はい。まあ試合に関してはまあそんなところですね。で、正直この6人タッグ、そこまでめちゃめちゃ期待してたわけではないですけども、それなりにこう白熱した、まあ年内の最終戦に、まあ、まあふさわしいくらいの、ちょっとね、熱い試合になるかなと思ったんですけども、なんかそうでもなかったなっていう、そんな感じですね。まあ、丸め込みフィニッシュっていうのも、まあそうなんですけども、やっぱりこう、昨日、ネバロクですげえ試合見せられたんで、だから、今日は、このネバ、昨日やったネバー6人のこう、熱い試合みたいなテイスト、まあそれの、ロスインゴ対ジャスト5ガイズバージョンで来るのかなっていう風な目線でいたんですけども、なんかすげえあっさりだったなっていう風な感じですかね。はい。こってりをね、注文したけども、あれあっさりが来ちゃったみたいな。まあそんな感じってとこっすかね。はい。まあ試合に関してはまあそんなとこっすかね。はい。で、まあ、問題というか、やっぱ一番こう、一番この今回のネタは、
やっぱり試合後のマイクっすよね。あのグダグダっぷりはね、ちょっとね、正直真田選手がちょっとかわいそうになってきた。そんぐらい、なんだろうな、ちょっともう本当にもう場内の呆れ返ってるこの空気と、ちょっともう真田をもう茶化すような、ちょいちょいのこのヤジ、でそこでちょっとテンパり気味の真田選手っていうあのね光景はね、ちょっとお恐ろしいものを見てしまったかなっていう、そんな感じの感覚っすかね。はい、僕もここまあ今年1年まあプロレス、新日本に限らず、まあ、スターダムとか、ノアとか、まあね、いろいろこう、プロレスも見てきましたし、で、いろんなこう、アーティストのライブとかも、いろいろ見に行ってきた年なんですけども、今年見てきた、いろんなこのイベントの中で、一番こう、グダグダ感から来る、この、本当にもう震えるくらいの、この寒さ、それを感じたのが、まあ、今日のこのメインイベント、今日の新日本プロレスの年内最終戦だったかなっていう、そんな感じですかね。うん。まあ、よりによって、年内のさ、仕事納めじゃないですか。新日本プロレスの。うん、なんか今年一年の、なんかこの IWGP 戦線の、こう、なんか、今年一年のこの IWGP 戦線を、まあ、こう、証明する形になった、今日の、真田選手のこの締めだったかなっていう、そんな感じですかね。はい。どうしてもマイクってね、難しい。これっても人の才能、生まれ持った才能な部分でもあるんで、もうすぐに、饒舌になるっていうことは、すげえ難しいんですよね。僕も昔から、喋りってすんげえ、苦手なタイプなんで、だから真田選手の、気持ちはすげえわかるんですよね。だからそういう真田選手側のあの気持ちもわかるからこそ、僕はね今日のあの光景を見てねすげえこうズワってしたっていうそんな感じですかね。で、真田がマイク持つかと思ったら。まさかの太一兄やんが、ちょっとフォロー入る形で、太一兄やんがマイク持って、なんかあの時点で、太一兄やんがマイク取った時点で、この場内の空気が、いや、それお前ちげえだろっていう空気がすごかったんですよね。で、しかも、今太一選手って、ここ最近もうベビーフェイスになってしまったんで、口調もすごく丁寧になって、ぶっちゃけなんか前よりも喋る内容が面白くなくなってきてる状況の今の太一選手だったんで、真田選手のフォローに入ってマイクをしたと思うんですけども、ただ内容もすげえいまいちで、なんかね、その太一兄やんの、このマイクのこの微妙さっていうのが、またこの真田に対する、この、もやもやフラストレーションを、こう、さらにこう、高まって、で、そのグダグダな状態のまま、太一兄やんから、マイク取った真田やんが、ちげえだろ、真田ちげえよっていう、喋りを連発して、で、挙句の果てには、本来降るはずだった雪が降らずに終わるっていう、いや、この一連の流れはね、ある意味、もう奇跡っちゃ奇跡っすかね。最後のこの雪が降らないっていう、このオチまで、まあ、ある意味完璧だったかなっていう、まあ、そんなのは思いましたね。はい。で、まあまあ、いろいろ喋ったんですけども、僕が思う、今回、このグダグダで終わって、今まで以上にこの、真田選手に対する期待値支持率が、今回で大きく下がってしまったと思うんですけども、この今回の打破するべきタイミングって、やっぱり内藤選手から決意表明をしてくれよって言われた時の返し、あそこでなんて返すかって、やっぱり今後の真田選手のレスラー人生を結構僕は左右したんじゃないかなって思って、
ってるんですよね。もしあそこで真田選手がもう自分の殻を破って暑苦しい熱い真田を見せてくれるようなマイクを取ってたら、これは真田選手に対する見方ってガラッて変わったと思うんですよね。例えばね、絶対負けられねえんだよみたいな、ちょっと熱い真田をの言葉を発していたら、うん、あの空気はね、結構いい方向に変わったと思うんですよね。ぶっちゃけ真田選手に求めてるのってそういうところだと思うんですよね。この熱い部分ですよね。うん、今の真田選手は良くも悪くも常に、一定の表情、一定の、うん、クオリティなんで、やっぱりね、今真田選手に求めてるのはちょっとベタだけども、うん、ちょっと暑苦しい熱い真田だと思うんで、だからあそこでね、不器用でもいいんですけども、なんか熱い真田を見せてくれるようなコメントを発してくれていたら、たとえ最後のあのギフトに行くまでの流れがグダグダであっても、ちょっとね、だいぶ見方は変わったんじゃないのかなっていう、そんな気はしてますかね。はい。うん、まあっていう風な感じで、まあ今回の真田選手はまあいつも通りの平常運転の真田選手だったかなっていう、そんなところですかね。いや、今日はもう平常運転じゃなくて、もう法定速度無視で、今日は、内藤選手から振られた時のマイクは、いつもの法定速度を無視して、もうスピード違反するぐらいの勢いで、熱いコメントを出してくれた方が良かったかなっていう、まあそんなところっすかね。はい。はい。ってな感じで、いろいろと長々と喋ってきましたけども、結局、今回の動画で何を言いたかったっていうと、今年せっかくベルトを持たせて S ランクまで上げた真田選手の格は、今日の結果及び今年の活躍ぶりトータルで見た時に、来年元の A ランク A プラスぐらいの格にリセットされそうってこと。